はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、僕の動画では結構珍しく都内の方に来ております。というのも本日訪れているお店がですね、五反田の方にございますうどん酒場のどごしさんという、まあ、おうどん屋さんに来ておりまして、こちらのねお店にちょっとチャレンジメニューがあると、まあ、お店さんの方からねご連絡をいただきまして、本日はもちろんタオルを巻いております。チャレンジメニューを挑戦しに参りました。ちょっとね、公開時期はどうなるかわからないんですけれども、マックさんとかねエビマヨちゃんがもうねチャレンジに来ているみたいでして、まあ彼らはね多分動画の編集が早いので、先にアップするんじゃないかなとは思いますが、そのね2人がもうすでにねチャレンジしておりますメニューに僕も本日は挑戦させていただきたいと思います。で、一応ね先にそのチャレンジメニューの概要の説明なんですけれども、まず麺が3キロで、漬け汁が1キロある肉汁の漬けうどんですね、合計4キロのチャレンジメニューとなっておりまして、制限時間がですねなんと20分しかございません。めっちゃ短いで、今回のねチャレンジはですね、もちろん要予約制となっておりまして、今回のチャレンジですね、成功した場合には代金が無料プラスオリジナル T シャツもプレゼントということで、失敗の場合は5000円の料金がかかりまして、でもうですね料理の方はほとんどできているということですので、早速ねチャレンジメニューの方を持ってきていただいて全力で挑戦していきたいと思います。ということで、ただいまですねチャレンジメニュー到着いたしました。ものすごくでかいです。で、まあちょっとねチャレンジを始めてしまうと、いろいろねこう食レポだったりとかが難しいとは思うので、事前にね皆様にもご説明させていただきますと、こちらの肉汁漬けうどん、他店ではなかなか珍しいんですけれども、汁を仕込む際に背脂だったりとか、通常ねうどん屋さんでは入れないようなものからも出汁を取っておりまして、このね漬け汁がかなりコクあってうまいってことだったんで、ちょっとねもうね来た瞬間から匂いがね全然違うのよ。一応ねお店のおすすめの味変ということで、これねニンニクラー油と、こちらの、味変の調味料もありますんで、後ほどねこれも使いながら本気なんだけど美味しく食べ進めていこうと思います。じゃあそしたら掛け声の方よろしくお願いします。はい、チャレンジはね3秒前、はい、2秒1スタートです。いただきます。お願いします。よいしょ、いただきます。うわ、いやでもやっぱそのチャレンジだけど、うどんだけで食いたい一回まずね。おお、麺うまい。ありがとうございます。これあ麺ちょっともうちょっと食べよう。うん、うまっ。これね風味自体もものすごくいいし、塩とねあとはその分この小麦の甘みもしっかり感じられて、食感ももちもちだしめちゃくちゃうまいから、本当にマジでチャレンジじゃないこれは。うん、うん、うわ、チャレンジですけどご褒美ですねこれ。うん、うん、制限時間がちょっとどうなのかってところですけどね。うん、確かに漬け汁のコクがすごいですね。こう厚みがあるというか、ラーメンで言えば本当に濃厚系みたいなコクがしっかりあるスープですね。お店俺漬け以外にもあったかいうどんの汁うどんとかもあったりする。はい、ございます。うん、それがまたそのもやしが乗っかったりして、ちょっと見た目が乗ったりして、あーなるほど、それも食いたいですね。それもめっちゃ食いたいな。危ない危ない、よっ、うん、いやこの麺すごいな。
表面結構あのさぬきみたいにムチムチしてるんですけど、もうほんと芯がしっかりこしあって、うん、その表面と中でその食感が違うというか、こう噛んでって面白い麺なんですけど、これゆっくり咀嚼して噛み、食いたいですね。今ほぼ全口、二口ぐらい噛んだら飲み込んでますからね。漬け汁が溢れる。ごま合いますねこれ。うまい。で、また本当この入りごまが。普通の練りごまよりもちょっと香り高いというか、香ばしさがすごくあって、もうちょっと背脂が効いた甘みのあるスープに合いますね。うん。多いな。
じゃあこれで今ね、これ器は OK ですね。よっ。
うん、うん、どうさんです。うわー、おめでとうございます。あうわしんどいですねこれ。ということでですね、ただいま手元のタイムでは残り6分と32秒、13分と28秒かな、はい、という結果となりました。なかなかちょっといいタイムというか、はい、好記録は出せたんじゃないかなと思います。いやちょっとあの2人のね、タイムは僕の動画の方では、お話しいたしませんが、かなり好タイム出ました。いやおそらくですね、今後僕だったりとかマックさん、ゆめやちゃんの動画を見てこのチャレンジ挑戦したいなっていう大食いの方はね、どん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 出てくるかとは思うんですけれども、重量以上にマジできついですね。4キロと侮ることなかれ、ぜひね皆さんも本気でこのうどんのねチャレンジ挑戦してもらって、まあ正直ねチャレンジにしたくないぐらいうまいうどんなんですけど、まああまり余裕があるチャレンジではございませんが、一応ね味わいながらこのうどん食べていただきたいなと思います。またですね、こちらのお店うどん酒場と名前のつく通りですね、これ2階にもですね、お座敷のこういった席もありまして、しっかりとお酒を飲みながらいろんなおつまみであったりとか締めにもねもちろんうどんも食べられるような素敵なお店となっておりますので、お昼にねうどんを食べるだけではなくて、夜にもねご利用していただいて、ちょっとね一杯行きながらこのね美味しいうどん、そして、おつまみですね、いろいろと食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。